今回のジャパンカップでナショナルチームで走る小林麻里乃選手のバイクを紹介します。ジャパンカップに日本代表チームで参加した寿司ドラゴンこと小林麻里乃選手はフォーカスのイザルコマックスを持ち込みました。丸いチューブを組み合わせて作られたシンプルなフレームは軽く癖のない乗り味でどんなコースや状況にも対応できるオールラウンダーです。現行モデルにない真っ赤なペイントは偶然にも日本代表ジャージにマッチ、もしくは麻里乃選手の大好物であるマグロの赤身を表している可能性もあります。早速ハンドル周りから見ていきましょう。ステムはフィジークのシラの R5、 長さは 110mm。 セカンドグレード、スペーサーが細かく積まれているのを見るとポジション調整中なことがわかります。ハンドルバーは形状が特殊なビジョンメトロン 4D。 細部に形の工夫があり、麻里乃選手は3年間同じモデルを愛用しています。ブラケット部の幅はセンター380。コンポーネントはワイヤー式のシマのデュラエースでまとめられ、ハンドルに付けられているブレーキ変速レバーはデュラエース、ブラケットの角度はプラス3度。ブレーキ本体もデュラエースで、左レバーが前のブレーキにつながるように組まれています。シートポストはメリダのカーボン、トップクラスの軽さと調整のしやすさのバランスで選んでいます。そしてサドルの高さが分かるようにテープも貼られています。サドルはフィジークのアンタレス R3 キュームレール、角度は0度になるセッティングで、身長173センチの麻里乃選手のサドル高はちょうど700mm。 ホイールはビットリアのキラーの46、前後で高さの違うリムを採用し、前輪と後輪の役割をはっきりさせています。タイヤもホイールと相性のいいビットリアコルサチューブラー 25mm を使用。なんでこんなに詳しいかと思うかもしれませんが、実はこのバイク、国広鈴木の手によって組み立てられているからです。さあ、ドライブトレイン周りも見ていきましょう。クランクはパワーメーター付きのシマのデュラエース、長さは 170mm で、チェーンリングの大きさは 53-39。 ボトムブラケットはクリスキングのセラミックベアリング仕様で、回転部分に対する麻里乃選手のこだわりを感じます。ディレイラーは前後ともにシマのデュラエース、スプロケットはシマのアルテグラ 11-28T。ペダルはトラブルの少ない金属バネ仕様のルックケオ2マックスカーボン。いかがでしたか？面白いポイント、気になったポイントはぜひコメントで教えてください。そしてこの動画が気に入ったらグッドボタンを押して、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。